聖書を朗読いたしますマタイによる福音書の5章の13節から16節です口語訳聖書では6ページになりますあなた方は地の塩であるもし塩の効き目がなくなったら何によってその味を取り戻されようかもはや何の役にも立たずただ外に捨てられて 人々に踏みつけけられるだけであるあなた方は世の光である山の上にある町は隠れることができないまた明かりをつけてそれをマスの下に置く者はいないむしろ食台の上に置いて家の中のすべてのものを照らさせるのであるそのようにしてあなた方の光を人々の前に輝かしそして人々があなた方の良い行いを見て 天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさいお祈りをいたします主イエスキリストの父なる神様尊き主の皆を崇め賛美いたします私たちの罪のために十字架で尊い父を流し死からよみがえられ今も生きとおられ私たちのために取りなしてくださる イエス様の皆をあがめ賛美いたします聖霊なる神が私たちの心の内にいてくださり共にいてくださり私たちを支え守り導いてくださることを覚えて心から感謝いたします礼拝に招いてくださりありがとうございます3月の第一主日礼拝にこのように共に 礼拝を捧げることができますことを感謝いたします三月になり二千二十年度の年度末を迎えましたこの月は、えー、卒業また入学進級季節の大きな変わり目でございますまた先の見えない中に私たち生活しておりますけれども あなたを信頼してまた新しい2021年度4月からをスタートしたいと願っておりますが主がどうぞ私たち一人一人を守り支え導いてくださるようにお願いいたします今日も必要な神様の言葉を語ってくださると信じてありがとうございますえ小さなものはふさわしくないものでございますがどうか聖霊があなたのお言葉を通してお一人お一人に語ってくださるようにお願いいたします イエスキリストのお名前によってお祈りをいたしますアーメン1月2月3月と礼拝説教の主題は私たちの教会である礼拝を中心とした基本的クリスチャン生活の確立というまあ、この方針の言葉をですね掘り下げてきたということでございます で、礼拝、そしてクリスチャン、そして、えー、まあ、3番目、生活ということで、今回はこの3番目の生活の確立ということになるわけですね。で、その生活も、えー、3回にわたって掘り下げていきたいと思います。まあ、今日はクリスチャン生活について考えてみたいと思います。まあ、個人的なことで、 お話し始めたいと思いますが。私は、あの小説を読むのが。もう大好きな人間でございまして。まあ、結構いろいろ、まあ、いわゆる読み漁ったわけでございますが。まあ、非常に、まあ、面白いというか、感動的な小説を書く、まあ、小説家。ですね。まあ、実は。まあ、その小説を読んだ後に。その作家について、こう、いろいろ調べたり。 するわけですね。興味があるわけですね。ところがそこで、うん、まあ意外なその作家の生涯が見えてくるわけです。まあ簡単に言いますとですね、まあ生活がどうもということですね。まあいわゆる週刊誌ネタではございませんけれども、いやあのちゃんと家庭がいて奥さんがいるのに、妻がいるのにですね、そ外でまあ女性がいたとか。 まあ隠し子がいたとかですね <laughs> まあその手の話でございますまあいわゆるゴシップネタでございますがまあこういうことがまあ結構多いわけですねでもいや,いや小説家になるんだったら、まあ、いろいろ人生経験しまたその人生の裏もですね知らないと小説書けないんだからそれは当然でしょうという考え方もあると思いますが まあ小説家だけではなくてまあいわゆる政治家もですねまた学者と呼ばれる人もまたまあいわゆるまあ有名人芸能人もという話でございます。まあ今の時代まあ業績が良ければまたそういう何か貢献するようなことをしているのであればそのいわゆる私生活は そんなにいからま,ま,ま,まあ少なくともまあ明らかになんか犯罪行為とか人にとんでもないご迷惑をかけてないんだったらもうそこそこいろんなものがあったってそれはしょうがないよですね。いやそんなことよりもむしろこの人は業績を持っているというですねその業績で評価したらいいんじゃないのということを だと思いますねじゃあそれでいいんだろうか、えー、今日はクリスチャン生活ということでございますがまあ分かりやすく言うと言ってることは立派なんだけどもその人の生活見ていてどうなんだとそこを今申し上げたようにこう切り分けてあな,たあなたの言うなんか神様のことをなんかこう聖書のことはすごい立派なお話をしますねと感動もしますねと。 だけどあなたの生活特に私生活はどうなんですかって言った時にいやそれはちょっと別であの、まあ、見ないでくださいとこのいいかっこいいこと言ってるここはねあの評価してくださいだけどこの私生活まで踏み込まれるとちょっと困るんですよということでいいんだろうか。まあある意味ではですね人間ですので、まあ、耳の痛いこともあると思います。 でも耳が痛いかからととといいいいいってて伏せていいのかということなんでございますねいや逆にですねクリスチャン生活というのは少なくともそういうことを大切にしているということでないといやもうえー、クリスチャン何を信頼していいのっていうふうになるではないかと思うんですね。まあ簡単に言うと避けて通れないことでございます。現代の キリスト教会がもし。弱さ、またそういう輝きを失っているとすれば。この部分がいい加減だからと言っていいんじゃないかなと思います。まあ、そういうことを申し上げている。私自身もやはり、こう正されなければならないと思うんですね。で、なぜならば、じゃ、イエス様ご自身はどうだったのか。 大体宗教者っていうのはその辺りでがっかりするんでございますがでもイエス様ご自身はいわゆる有言実行ですよねイエス様の言葉とイエス様の行為がぴったり一致しているということで信じたわけですね多くの人が信じたじゃあイエス様を信じる弟子たち 確かに弱さを持っていたり人間的な部分があるけれどもでもその言葉と生活、まあ、信仰と生活が一致しているっていうことでそのイエス・キリストの救い福音が伝わっていったっていうことが言えると思います。決して信仰と生活が離れていたわけではない一致していたからだということではないかと思いますね。そして今、 クリスチャンになっている人はおそらくそういう人がいたから。信仰を持ったという部分があるんではないかと思います。もちろんそれが全てではないと思うんですね。全てではないと思うんですけど。でもやはりその信仰を持つきっかけの一つに、やはりその、えっと、言葉と生活が一致している。そして、その生活、その人の私生活を見て、私もそういう風になりたいな。そういう生き方をしたいなという部分があるから。 えー、まあある意味ではこうキリスト教を信頼したという部分が、まあ、あるのではないかと思いますね。私もそうなんでございますがもし逆だとしたらということですね。えー、あの人まあクリスチャンキリスト教信者いやもう私はもうあの人見たら絶対にキリスト教なんか信じたくないですね。クリスチャンなんか絶対ならないと。 もしもうそんなことであるならばそれは本当にまあまあ私であれば本当に申し訳ない私がそういう存在であればですね本当に神様に対しても人に対しても本当に申し訳ないと心から思うしもう心から悔い改めなければいけないいやそんなんでいいんじゃないですかってそれはそれぞれですよなんてですねなんかこう抜け抜けと。 言そういうそうなりたくはないと思うのでございます。そいう中で今日の箇所はこの「えっと、地の塩」「世の光」というこの有名な箇所でございます。クリスチャンじゃない方でも知っているんですねこの地を「地の塩」「世の光」という言葉は知ってらっしゃると思います。 まあ、イエス様の,参上の説教の中に入っていまして、えー、そしてこの箇所というのは「イエス様を信じ、えー、神の国に入ったならばこのような生活ができるこのような生活者にならなければならない」ということなんでございますね。 そして私たちクリスチャンイエス様を信じている者もこのように生きようこのような存在になろういや私はなかなかなれないかもしれないんだけど神様どうぞ私がこういう存在に、ね、ならせてくださいなりたいですとこの心から祈るということだと思いますそういう中でこう3つあります一つはこの地の塩としての生活 2番目は世の光としての生活3番目は父なる神をあがめる生活ということであります。あ、えー、あなた方は地の塩であるということですね。この「塩って時に、まあ、今現在見るですね食卓にあるこの真っ白なこうこう精錬された塩がありますけれどもでこの時代は岩塩でございますね。ここの塩がこう いろんなものに今でもそうですしもう昔からというかこの人類の歴史が始まってからやっぱりこう塩というものを用いてきたと思うんでありますね。でどういう役割があるかそれは、えー、食品の腐敗を防止するそして、えー、その食品を保存するということでまあ塩の効果があるということであります。 で、ここで言ってるのは、単に食べるですね。あ、しょっぱいなっていうですね。その塩,で塩味のことではなくて、あなたはそういう存在なんですよ。そういうふうになれるんですよ。ならなければならないんですよ。ということが、この現実の社会の中で、私たちが生きているこの現実の社会の中で、どういう役割なのかということをイエス様はおっしゃってるわけでございますね。えー、罪や誘惑が、 多いまたそこにさこらされているです、ね、そういう社会の中である意味では腐敗した社会の中での防腐剤の役割だ腐敗を止めるそしてその止めた状態うですねずっと長く保つというあなたがそういう存在なんですよということであります。 で塩っていうのはこの塩味がちょっとあってそしてその塩味がだんだんこう浸透してそしてまあ食品が腐らないということだと思うんですねですから少しでいいわけですあんまりこう塩味が効きすぎるとしょっぱくて食べられませんのでそういうことでありますね小さくても小わずかでもその塩の効果を表すことができるその人一人がいて 周りにどういうい影響を与えるのかその人がいたことによって例えば、まあ、会話が、まあ、本当にこの下品な会話人の噂話ばっかり人の悪口ばっかしその人がいたらますますわーっと助長してですねそうなってしまう。ちょっとおお悪いことやろうよ。 「女 <laughs>、えー、は真面目腐らないでどうだい一緒に行こうよ」っていう話ですよねまあ誘惑ですよね「あそうだそうだ」って「もうやろうやろうよ」ってねまあそういう存在なのか逆はその人一人がいればいつの間にかそういうなんか変な汚いお話がいつの間にか収まってしまういやその人の前では言いづらいその人がいれば「ああちょっとやろうよこんなこといいじゃないか」 で言いそう言ってた人もですねなんかこうまあほのところに行ってしまうとかあとその人もまあ言いづらくて言わなくなるということではないかと思いますね。私たちちはどっちなのかということだと思います。 イエス様が「山上の説教」の中でですね「八福の教え」ということをおっしゃってるんですねあの。心の貧しい人たちは幸いである天国は彼らのものであるで今申し上げた言葉で山上の説教がこうスタートしていくわけでありますがこの8項目イエス様がおっしゃってる中でですね7個目にですね「平和を作り出す人たちは幸いである彼らは神のことを呼ばれるであろう」 っていうこの言葉がありますね平和を作り出す人いわゆるピースメーカーまあ英語で平和ピースですねその人がピースメーカーなのかその人の存在で周りに平和というものが与え、まあ、広がっていくのかで平和の逆はトラブルですよねトラブルメーカーなんかその人がいたらまあちょっと なんかこうまあもう殺伐ともうもう嫌になってしまうですねなってしまうのかそこにこうそしてイエス様はその後もし塩の効き目がなくなったら何によってその味を取り戻されようかもはや何の役にも立たずただ外に捨てられて人々に踏みつけられるだけであると言っています。 えっと、塩の効き目がなくなくる現在の清涼された塩はないと思いますがほとんどないと思いますけどもでも昔はですね岩塩ですから岩塩のそういうこう、まあ、塩,塩のそういう部分のですね塩の部分がいつの間にか溶けちゃってまあ岩塩のっていうかそっちの部分が残っちゃったということなんですね。ですからま,あ、まさに塩の効き目がないなん,かなんか変なね がなんかそんな変な塊で,すよ、ね、で塊は塩もう塩味が全くないんだから、えー、なな何の意味がないですねですからここでか書いてあるように、えー、もう塩じゃなくなったんだからもう捨てるしかないということだと思います、えー、ただ外の外に捨てられて人々に踏みつけられるだけであるっていうありますねまあ塩であればそうする で私たちの今の現実の話に置き換えると人々に捨てられるということはこれは信頼されなくなると思いますということだと思いますね信頼されなくなる。人っていうのは信頼されなくなればもう本当にこうどんなにいいことをやったとしてもですねやはり本当にこの、えー、意味がないと思いますね。じゃあどうしてその塩の効き目がなくなるのか と言うと、この塩塩の部分が抜けてしまうからであります。今申し上げたようにね。そして、不純物の岩塩部分が残っている、つまり塩の純粋さがなくなってしまったということなんですね。これをまあ現実に置き換えると塩っていうのは、これはこのイエス様のこと、福音のことであります。 そういうその肝心要なですねそういう部分が薄れてくるというのはやはり私たちの信仰に不純なものがいっぱい入ってきたからということなんですね。イエス様を信じるというこの純粋な信仰ではなくて なんか他のいろんな価値観がわーっと混ざり合っていていつの間にかイエス様を信じるっていうことが、まあ、まさに薄れてくるなくなる、まあ、別にイエス様を信じるなんてもういいよだったら、まあ、あの実績主義でやりましょうとかね、まあ、またそういうなんですかヒューマニズムでやりましょうとか、ねまあ、人,人に見られるためにやりましょうとかこういうことがわーっと出てくるとそのやはり本当に塩の純粋性がなくなってしまうということではないかと思いますね。 で、もう一つこの塩というのは単にあの塩味だけではなくて他の味を整えていくということでありますね。これはまああの本当にこう料理をなさっている方はよくわかると思いますが、まあ、最後はいろんなスパイスとかなんか香辛料とか味のですねいろんなものを使いますけどやはり料理というのは最後こう塩味がそのすべてそのそのようなあのこう 食材やまたその味を生かしていくしょ,しょっぱすぎてもダメだしその部分が全くなくても他の味を生かしていけないということだと思うんですね味を整える役割でございますこれは何かというと自分自身もそうだし周りの人にも豊かな人生をこうなんですかねこう提供できるというか豊かな人生に ええまあ影響を与えていくということだと思いますイエス様を信じて豊かな人生なんかですねなんかこう寂しいようなまたなんかです、ね、息苦しいようなそんな人生ではないもちろん人の人生っていろんなね人生ありますよね非常にこう 質素な方またいろいろ活躍している方またちょっとやっぱり健康優れない方もピンピン元気な方ちょっとお金のある方ない方とかね性格が本当に明るい方とかちょっと静かな方それはいいんですいろいろ。だけど共通してその方が本当にこう豊かな人生を送れる味の効いた ですね。本当に生きてて良かったな。私は本当に有意義な人生をくれたなというそういうものを周りの私自分自身もそうですけれども、周りの人にこう与えていくことができるということですね。で、その与えるというのはどういうことなのか。コロサイビトムの手紙の4章の5節にこういう言葉があります。今の時を生かして持ち、そのその 外の人に対して賢く行動しなさいいつも塩で味付けられた優しい言葉を使いなさいそうすれば一人一人に対してどう答えるべきかが分かるであろうとありますね。ここにいつも塩で味付けられた優しい言葉を用いる言葉を持って人をこう生かしていくということだと思うんですね。これがやはり味を整えていく。 人様に影響を与えていいくととうことだと思いますそして皆さんこの地の塩というのはこの目立たないですね塩ってこうバッと表に出るとしょっぱくて食べられなくなりますからある意味では目立たない消極的なこう控えている面があるわけです。 ということはどういうことかというとこの塩味っていう部分はもちろんどこにもこういうふうにですねこう影響を与えていくわけですけど特にやはり目立たない部分つまり私生活夫婦関係とか家族関係とか親友関係とかあと教会でも親しい人たち特に親しい人たちの間でこの知の塩というこのことが本当に大事なんだ そうじゃないと私たちは一番最初に申し上げたなんか外に見せるものはかっこいいんだけども一歩家に入ったもっと家に入った本当にこうプライベートな私生活を見つけに「なんだ?」っていうふうにねもうなってしまうということですね。がっかりだっていう話でございます。でその時に何の影響も与えられないわけですね。逆にがっかりがっかりって話になってしまうわけでございます。本当にこう ね、そうななりたくなるんですよね私もそうですがならないように神様どうぞこの塩味の抜けたようなねクリスチャン牧師にならないように詩をどうぞ本当に哀れんで助けてくださいっていうことだと思うんですよね。で2番目はそれは世のの光としての生活でありますでこれは逆にですねあのこう積極的なんです、えー。そんな控えめとか,か隠してじゃないってことですね。 えー、そうですねイエスさんがおっしゃったのはあなたがご、えー、と24節あなた方は世の光である山の上,上にある町は隠れることができない」「また明かりをつけてそれをマスの下に置く者はいない」「むしろ食台の上に置いて家の中のすべてを照らさせるのである」えー「灯ってればいい」っていうんじゃなくてその灯し火が、ね、下にあったりまあ 私たちといえばテーブルの下机の下にねあったらダメでしょちゃんとテーブルの上にねみんなの見てるところでこう明かりを灯さないと存在意味がないじゃないですかと言ってますよね。まさに目立つわけです見られているとにかく私たちが意識するかどうかはともかく見られている役割だと言っています。 世の光、光として見られ、また光として周りをこう照らしている役割なんだ。そうじゃなかったら、その存在の意味はないでしょう。自分を隠すということは、それはできないし、ないんですよ。って言ってるわけです。でもし、隠すとすれば何が起こるかというと、真っ暗になっちゃうってことですよね。真っ暗になっちゃう。 でこの光というのは何を指しているかというとイエス様を指していますね神様を指していますですからあなたの存在が神様イエス様を指し示している存在だからあなたが隠れてしまったらじゃあ,あの他の方々はどうしてあのイエス様神様をこう信じることができるんですかという面があるということですねさっき申し上げたように私たちがイエス様神様を信じるのは やっぱり御言葉でありますから、人を介さない部分もあるんですけれども、やっぱり信じる一つのこうきっかけとなる要素というのは、やはり人だと思いますよね。その人がいない。聖書、純粋に聖書一本で信じる人って <laughs>、まあ、いなくはないでしょうけれども、本当は少なってますね。やっぱり、そこに、そういう先に信じた人、馬牧師でも、クリスチャンでも、友人でも、そういう人を介して。 ですね。まあ、こう信じるきっかけになったということがあると思いますね。そういう意味で。世の光としての存在が。あるイエスキリストを信じているという旗印をこの鮮明にする。はっきりするということをイエス様をおっしゃっているわけです。 はっきりするって時に2つあると思うんですね。それは私はあのイエス様を信じてますっていうことをはっきり言うということであります。私は今牧師ですからもう自己紹介する時にも牧師であるということをですねまあある言わざるを得ない言う,う,う必要がありますよね。それを伏せてるということ自体まあしないわけでありますけどもまあでも私はあの神道だった時にもまそうでした。 えー、何か自分の存在とか自分を紹介しなきゃいけないときに普通に自然にですね、えー「私はクリスチャンです」ということを申し上げていましたでその時にですね違和感を感じられたり「何度も変なこと言うな」って言われたことありませんでした。普通にごく普通に <laughs> さらっとあの私はクリスチャンです ああそうなんですかでそれで終わった時もあるんですけども不思議なんですけどもその後やはりそういうこう会話ができた「あのいや実はあのキリスト教のことを知ってみたかったんだ」とかね「いやあの私もちょっとミッションスクールにいて」とかですね。あとと多少ちょっとこう なんですかねちょっとこう揶揄するというかねお前クリスチャンなのえ真面目なんだなとかねそんなこと言われたことがなくもなかったんですねでそういう中でやっぱり何人かの方は教会に来てくださったんです私がなんか無理やり伝道症とかなんとか意識ないのにですねでその中で信仰を持った方もいるんですねあ不思議だなと思いましたやはり私たちは世の光としての 存在価値があるそして神様はその世の光の人を用いて他の人をこう導こうとしているっていうのは確かにあるんですね。ただその時に黙ってしまう隠れてしまうというならばですねまあ本当にこうある意味は残念なことなんですね。それでもう一つはそれはもっと広い話でございますね。 世の光としてこの社会の中で。やっぱりそういう活動をして。いく神を信じ、そしてキリストを信じたものとしてまあ社会に貢献していくということですね。もっと広くですね。例えばキリスト教であれば、キリスト教の学校を開いた方々ですよねそして病院とか福祉活動をしている。また取りにそれに限らず、いろんなこう。 イエス様を信じて神様を信じて、社会に対して良いですね、影響を与えたい、愛の技をしたいということで、こう、働いていく。それも世の光だと思います。そういう中で私たちは、まあ、ちっちゃくてもですね、大きくても、世の光としての存在なんです、ということですね。まあ、今申し上げた地の死を世の光といったときに、いや私は、 いやそんなちょっと大変だなどっちにしてもまあ無理だななんて思う方もいるかもしれませんでもそもそもですねこの「地の塩世の光」という存在はイエス様ご自身を指しているわけですね。イエス様がそもそも地の塩の存在。 イエス様がそもそも世の光の存在。特にまあ後半の世の光。私は世の光であるとイエス様でご自分のことをおっしゃいました。ということは、私たちはイエス様によって地の死を世の光の存在となった。だからイエス様の時にそうなってないわけですね。イエス様によってそうなった。もうなっちゃったんですね。<laughs> なっちゃった。もうそういう存在なんです。ですからクリスチャンは 血の塩存在、世の光の存在、なんです。わあ、すごいな <laughs>、ということでございますね。まあ、ある意味は恐れおののくというかですね、いや大丈夫かしらえ。でも、そうしてくださったお方が責任を持って、えそして、 そのような存在として生かしてくださるのでそこを信じるということなんですねそこを信じるそ,そのことを信じないと信頼しないと私たちはもうまあそんな存在なんて無理無理できないいやもっとですねそうじゃなくてなんてなっちゃうわけでありましてイエス様によってということですあともう一つは小さくても大きく,大きくてもということですね 私はいいつも思います小さくても本当ちっちゃくても他の人から見てなんだお前他の人他かの人から見てお前それでもクリスチャンかお前はそれでも牧師かなんてですね言われる面があると思うんですがそういう本当に小さな何もできない存在だとしてもその質が地の塩世の光だなんかちっちゃいなお前はって、うん、いいんですね。小さくてもやはりそこに置かれた 存在神様が「良し」としてそこに置いてるわけですからね「地の死」を「世の光」として神様が「良し」として神様のご計画の中でそこで置いてるわけですからそこで本当にこう小さな存在ですけども「地の死」を「世の光」としてまあ生かさせていただきたいその使命を果たさせていただきたいということでございます。お祈りをいたします。 そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしそして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい天の父様地の主を世の光として私たちが存在したときに私たちが褒められる私たちが何か自己満足をするのではなくてそこにおいて神の皆が崇められイエス様が崇められることを感謝します 私たちの存在が神様イエス様を指し示す存在として地の主を世の光として用いてくださるようにお願いいたしますイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン